いらっしゃいませ。読書書友のライブラリーチャンネルへようこそ。今日は都道府県や市町村、あなたの身近にある図書館を使い倒そうというテーマでお話ししていきたいと思います。以前動画で図書館の利用方法というのを簡単にお話ししたかと思いますが、今回はさらに奥に迫って図書館をどのように使えば自分たちの住んでいる町の図書館を使い倒せるのかというのをお話ししていきたいと思います。図書館では本を借りたり返したり、また CD、DVD などを借りたり返したりすることができる場所と思われている方も多いかと思いますが、それ以外にも図書館にはレファレンスサービス、相互貸借サービス、予約、そしてリクエストなど様々なサービスがあります。それぞれ全て図書館の専門用語や図書館ならではのサービスだったりするので、一つずつお話ししていきますね。1つ目、レファレンスサービス。これは調べたいものや欲しい資料を一緒に探してくれるサービスになります。図書館でこの本を探してほしい、この本読みたいなっていう時は OPAC という検索機を使って検索するか、家にあるパソコンで図書館のホームページに入って検索したりする方もいらっしゃるかと思いますが、図書館のスタッフに直接聞いて直接その本を探してもらうこともできます。また、例えば植物の育て方の本を読みたいだとか、動物の飼い方や育て方の本が読みたい、そんな質問にもお答えすることができます。ボランティアで絵本の読み聞かせをされている方なんかは、小学校低学年におすすめできるような、読み聞かせできるような絵本、紙芝居なんかありますかという質問なんかも一緒にその絵本の場所に行って本を探すことができます。図書館スタッフは図書館の業務に関わる勉強を常にしている人たちばかりですので、安心して図書館スタッフに尋ねてみてください。図書館で働くスタッフというのは、図書館で働いているという自負のもとに分類番号の勉強や本に関する知識などを日々深めています。なので、ぜひぜひレファレンスサービスを利用して図書館スタッフに本のことや調べ物についての質問、相談などをどん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 していただきたいなと思います。2つ目に相互貸借サービスです。これは図書館によっては送料がかかる図書館とかからない図書館とあるので、ぜひ最寄りの図書館で確認をしていただきたいのですが、この資料を探しているがこの図書館にはないという時に別の館から借り受けてくれるサービスのことです。ただしこちらも制限がありまして、あんまり高い本だと借りたい図書館さん自体が貸し出してくれない、そもそも貸し出し禁止になっているということもあり得るので、そこはちょっと注意してください。やはり本も高いものだとその町の予算内で買っているものなので、紛失したりとか壊したり汚してしまったりするとすごくもう一度買い直すってことがなかなかしにくいんですね。なので、相互貸借を使う際はあまり高価なものは使わない方がいいかなと思います。町自体の図書館でも高い本だとその館内で読んでくださいっていうものがほとんどだったりするので、そこもぜひ一度町の図書館さんに確認をお願いいたします。この相互貸借サービス、送料はかかるんですけれども、隣の県の図書館や、隣の町の図書館から本をもう持ってきてくれる、代わりに持ってきてくれるので、
自分が運転していく手間、そして返しに行く手間などを考えたら安いのかなと思っています。民間の、そのレンタルビデオ屋さんとか、漫画を借りるお店なんかでは普通に借りたり返したりするときに送料かかりますよね。それと同じ感覚だと思っていただけたら、本の代金はかからないのでやっぱり安いのかなと私は思っています。次にリクエストと予約についてです。まずリクエストからいきます。リクエストというのはその図書館にない本を買ってほしいと要望するサービスのことです。このサービスは、基本的に通勤通学していたりその市町村に住んでいたりする人たちが使えるサービスです。この本ぜひうちの図書館に入れてほしい、読みたいからぜひ入れてほしいなど、そういう時にリクエストを使います。ただしやはり予算というものが決まっていますので、買うか買わないかというのは図書館スタッフで話し合って、時には館長なんかも巻き込んで話し合った上で買うか買わないかを決めています。で、時には購入をお断りしてしまうこともあるのですが、ぜひめげずにリクエストしてみてはいかがでしょうか。そして最後に予約です。これは結構使われている方多いかと思うんですけれども、この本を読みたいけれどもまだ貸し出し中になっている、今借りられない、そんな時に使うサービスです。この予約サービス、カウンターですることもできますし、最近ではインターネット上で予約することも可能です。インターネットで自分のカードからログインをして入っていくと、そこで予約することもできるんですね。本を予約しておくと自分の番が来た時に図書館のスタッフさんが取り置いておいてくれて、電話やメールなどで本が届きましたよとお知らせをしてくれます。だいたい1週間以内に取りに来てくださいって言われるんですけれども、1週間あればですね、結構お仕事のお休みや仕事終わりなんかに借りに行けるので結構長い期間かなと私は思います。予約や相互貸借なんかのサービスを使って自分の読みたい本や知識欲を満たしてみてはいかがでしょうか。それから番外編として電子図書館というものを作っている図書館も多いです。おそらくカードを作られた際に案内されたかと思いますが、もしわからないときは図書館スタッフにぜひ聞いてみてください。電子図書館は、特別なアプリなんかを入れずに自分の持っているスマホやタブレット、パソコンなんかで図書館の本を借りて、そしてそこの画面上で読むことができます。図書館にある本とはラインナップが違ったりしているので、そこもまた面白い点ですし、本を持ち歩く必要がないので気軽に読むことができますよね。図書館は貸し出しや返却のみだと思っている方結構多くて残念だったりするんですけれども、ぜひこのようなサービスを使って自分の町の図書館、自分が税金を納めて作り上げられている図書館をどん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 使い倒して、図書館の必要性を上の人たちにアピールしていただけたらいいなと思っております。ここまでのご視聴ありがとうございました。これからも面白い本の情報や読書に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録お忘れなくしておいてください。また高評価ボタンやコメントもしてくださると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。